やっと一息つけたね。おいしい、こっちは手塚と二人でなんとかなるから、今のうちに二人で休憩行ってきなよ。え、でもいいのかね。いいからいいから、気にしないで行ってきなよ、お二人さん。わかった。それじゃあそうさせてもらうよ。行こう、高山さん。海の家とは夏らしくていい模擬店だね。よう、大石か。いや、黒羽ね。そうか、六角の模擬店だったのか。うん、六角らしくていいよ。ありがとうよ。大石はデートか。え、あ、いや、冗談だって。どうだ、焼きもろこし最高にうまいぞ。あ、うん、どうする？じゃあ二つもらうよ。毎度。焼きもろこし二つで400円だ。はい、じゃあこれ。はい、暑いから気をつけな。ありがとう。はい、高山さん頑張れよ、お二人さん。たこ焼き屋か、いい匂いがするな。一つ200円だよ、買うかい。あれ、君は確か評定2年の日吉。声楽の大石さんですね。たこ焼きどうです？自分で言うのもなんですが、いい出来ですよ。食べるかい？それじゃあ二つもらおうか。毎度。これでまた一歩前進。この積み重ねが下克上に。うん、後半かなり追い上げたし、いい線いけそうだね。うん、そうだな。あ、結果発表が始まるよ。これより模擬店コンテストの結果発表を行う。模擬店コンテスト売上及びアンケートのトップを獲得したのは、青春学園の綿菓子屋だ。やったな、これも君のおかげだよ。いや、君のアイデアがいろいろあったから優勝できたんだ。感謝しているよ。でもこれで学園祭ももう終わりだな。いろいろ忙しかったけど楽しかったよ。